さんこんにちは。行列のできるパンお菓子教室プロデューサー高橋貴子です。本日はハッピーハロウィンということもありまして、じゃん、こんな格好をしてみました。はい、案外ですね、皆さんがちょっと変わった格好をすることを喜ばれる方が多いと知りまして、ちょっと今日は特別バージョンでこんな格好してみました。今日はこの格好でですね、夜知人との集まりのハロウィンパーティーに行くんですよ。で、それの特別編ということでこんなコスチュームをちょっと仕入れてみましたので、今日はこれからね、はい、夜出かけてみたいと思います。ではですね、本日の本題に入りたいと思います。ですね、本日お届けしたい話題はですね、目標をずらさない逆算するというお話をしたいと思います。ですね、開業講座の生徒さんとお話をしてたりとかするんですけれども、目標をですね、鶏が先なのか卵が先なのかっていう話にも似てるんですが、これができたらオープンしようとか、そういう考え方は割と普通だと思うんですよね。例えばここまででこういうふうにレシピができたらねやろう、だから春かなとか、でじゃあそこを2ヶ月ぐらいやっててレシピ作りが間に合いませんでしたっていうと、自分の中でできたらっていうことを一つの開業するためのきっかけにしているので、できなければそれを伸ばすんですよね。そうするとですね、どんどんずれていっちゃいます。開業春にしようと思ってたのが下手すると秋ぐらいになっちゃうかもしれないっていうところがあるので、基本的にはその準備の仕方の考え方なんですけれども、やはり逆算で動くことをお勧めします。で、例えば春にって言ったら、春にオープンするためには何がどこまで準備できてなくとダメでっていうので、こうやっぱスケジュール逆に書いていく感じで管理する方がいいですよね。例えば通常ですね、私がお話ししているのは、集客はやっぱり 2,3 ヶ月とかね、 2ヶ月ぐらいはやっぱ咲いてほしいんですよ。そうすると4月にオープンしたいって言ったら、2月には全部整ってて集客がかけられるような、例えばサイトであったりブログであったりとか、そういうのができてる、 できてるっていうことはコースが決まってるとか、どういうメニューにするとか決まってるとかっていう状態なので、そこをこう全部逆算して、じゃあ何ヶ月前にはこれをやる、今週はこれをやるとかっていう風に決めていくような形で動かないと、いつまででもこう伸ばせちゃうので、開業できないことになります。はい、ですのでちょっとお話をね聞いてると、割とそういう傾向の方が多いので、これができたら考えるみたいな形じゃなくて、逆にここって決めて逆算して、そこを間に合わせるために動こうっていう、そういう形でね動いていただけるといいかなと思いますので、ぜひそんな考え方でお願いしたいと思います。今日お届けしたのは、目標を逆算する、そんな形でお願いしたいと思います。それでは See you!